日本がね、日本独自の世界に誇れるものって、ね、日本刀しかないんですよ。あとのものはね、全部ね、どこの国でもあるんですよ。ただ日本刀だけは日本でしか作れないんですよね。武器じゃなく、日本人のその魂であったりとか、まあお守りであったりとかね。このプロジェクトは日本最年少記録の無冠者刀鍛冶吉原義一の刀作りを映像化するものである。現代の名刀と称される吉原一門の日本刀は世界中から注文があり、日本の伊勢神宮をはじめアメリカボストン美術館やニューヨークメトロポリタン美術館にも収蔵されている。鋼っていうのは硬ければ硬いほど切れるんだけど、硬ければ硬いほど脆くなるんです。義一の作刀は刀身の美しさは当然のことながら、河津小丁字と呼ばれる刃文が特徴的である。この刃文は激しく乱れた丁字がおたまじゃくしのように見えるもので、鎌倉時代初期の備前の国にあったものである。刀っていうのはね、機能美だから、機能を追求してできた美だからね、やっぱりいい刀は切れるんですよ。美しい日本刀、そして現代で河津小丁字が出せるのは吉原一門だけと言われている。そんな現代最高峰の吉原義一が作る一振りの刀作りを余すところなく映像化するのが今回の刀匠吉原義一プロジェクトである。